ビザートのカイド亡くなりましたね。ボーカルっすよね。なんかオカマキャラの人だよね。なんか知ってるんだよね。あ友達が好きだったっていうのがあってね。で、この世代はさ、まあまあ熱かったよね。CR ナンバーとか、アイクリーマスとか、サディーとか世代だよね。で、まあ、この人たちもさ、とっくに引退して、まあツイッター見る限りね、ギターのマスミって人もさ、辞めてね、結婚して介護しかなんかやったんでしょ。子供生まれて、でもガンで亡くなったってね。 で、このボーカルの彼も亡くなって、2人亡くなってるんだよね。まだ若いのにね。いや全然ペニシリンとかがさ、ツイートしてたけどさ、全然下だからね。ペニシリンとかディルとかさ、ナイトメイとかよりもわかんないんじゃないカツヤットとかよりも。って考えるとさ、なんでって思うんだけどね。あ,あれだよね、ラクニマのコーチみたいな感じでね。まあ、亡くなっちゃう人は亡く,くなっちゃうからね。やっぱ V 系ってさ、タバコとかさ、なんかブラックコーヒーとか酒とかさ、 なんか体によろしくないイメージあるんだよね。で、マスミのツイッター見たらさ、やっぱ二郎とか食ってたしさ、まあそういった意味でね、まあ、生活習慣大事だよねあとまあ、若い時無茶しまくったっていうね、ツケもあるんじゃないのかなと思いました。まあ、ご冥福をお祈りいたします。